1977年のおさしま駅と周囲約500メートル範囲の状況。左上が稚内方面。相対式ホームと貨物用副本線、駅舎横に引き込み線。国土交通省国土画像情報をもとに作成発売されていた貢見入場券おさしま駅は北海道中川郡ねっぷ村大技、座物マ内障子おさしまにある。 北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W62。電報略号は様。2016年3月26日のダイヤ改正による減便以前は夜間の上り普通列車1本が通過した。口述の通り、当駅の1日平均乗降者数は2011年から2015年の11月調査日の平均で1人以下となっており、 2016年7月上旬、JR 北海道では東駅と南美深駅駅、多内駅を2017年3月のダイヤ改正に合わせて廃止する意向を各地元自治体に伝えた新聞1。これに対し、元イネップ村長の佐根正は将来の通学利用が予想されるとして廃止反対の意向を示した新聞2。駅の存続には JR が実施してきた年間100万円から200万円のホーム修繕費をオトイネップ村が負担することが条件とされたが、同年11月25日、実際には修繕工事は行われていないことが判明し、条件面のすり合わせは一旦白紙状態となった新聞4。その後オトイネップ村は、当駅の維持管理費90万円を2017年度、 一般会計予算に盛り込み、2017年3月末に、駅舎管理について JR と協定を結んだ。しかし、同様な対応を取った美副課長と異なり、宇多内駅の所在する中川町は、JR との交渉を拒否した新聞に、2017年4月以降は、上記の3駅について、JR 北海道が当面の間自社の費用で存続させる意向とされており、 新聞に、本駅については、他市町村の廃止候補駅との調整が整い次第、村が従来から負担していた駅前の除雪費用に、加え、ホーム上の除雪、高熱費等の維持経費を負担し存続することとし、自然災害による損傷、破損については協議の上修繕していくこととしている。その後、2020年12月9日には、JR 北海道が、 当駅を含む18駅を2021年度より地元自治体による維持管理に移行することを発表しており、JR 北一、翌2021年4月より、おといネップ村による維持管理に移行される予定である新聞3。当駅の所在する地域名より、元来ここの地名は現在でも大技名となっているものまないであったが別の名称が使われた。 この経緯について、おといねぷソン氏では、新鮮駅名解消具新聞書によると、土地の名称のものまんないの予定であったが、三文字は事務上煩雑なので、おさしま駅としたとあるとしている。おさしまの名称は、アイヌ語に漢字を当てたものとされているが由来となった子は、諸説あり、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、 砂の中、川を表す。お谷に内ないと、崖の端にある、川を表す。ピラケオマナイの領地名がそれぞれ転化し、おさにこんない、ピラケ島まないとなったものの根性、としている。別説として、駅名の起源では、川尻を下るところにある小沢を意味する、おさしまないという語の上部を取った説。また、おといネップ孫氏では、お谷に内ないお谷にこないおさにこんない。 おさしまんないとなり、おさしまに漢字のおさしまを当てて、駅名としたとした説を示している。単式ホーム一面一線を有する地上駅。分岐器を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム二面二線を有する列車交換可能駅であり、現在は駅舎のある線路の南西側のホームを用いている。無人駅となっている。 駅舎は無人化後によ3500系車商社を改造したものが旧駅舎の基礎の上に設置されている。2017年現在、おといねぷ村内にある宗谷本線の駅の中でも特に利用が少ないとされている。JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通り。なお、各年における乗降人員の推移は以下の通りであり。 統計上2006年の調査で一人が使用したのを最後に利用実態がないとされている。北海道両角鉄道総夜本線をトイネップ駅、大佐島駅、佐久駅打ち消し線は廃止信号上 JR 北海道編集新聞記事編集。ありがとうございます。